皆さんこんにちは、ヤンジです。今日はですね、これこれ何かっていうと、スマホ用のワイヤレスマイクね。前回さ、僕この動画でさ、ワイヤレスマイクをねレビューしたんだけど、なくしちゃってね、本当にどこにも見つかんないんだよな。絶対家の中でなくしてると思うんだけど、もうどこにしまっちゃったのか。なくてさ、でもまた同じの買うのもバカバカしいっていうか、結構高かったんでね。前回のねちっちゃくて、まあ音もそこそこ良くてね、良かったんですけど、まあ本当同じの買うのなんかバカバカしいなと思ったから、ちょっと違うの買ってみました。ウランジね。ウランジ結構カメラ関係で有名なんで、ちょっと今日はこれ開封していこうと思います。じゃあ早速開封していきましょうかね。これはね、なんかいくらだったっけかな、なんか 15% オフみたいな合格証、あのどんなにクソみたいなものが来ても合格証が必ず入ってる中国製品ね。これはね日本語じゃないね、中国語だ。第1歩、第2歩、第3歩、まあ多分ペアリングするとかそういう感じなの。これ日本語の説明書ついてないのかな。うわ、ついてないよ。今んとこ日本語の説明書ついてない。こっちが多言語、ありましたね。こっちが多言語だね。まあまずは多分こういうのって全部同じだと思うんだけど、ありましたね。ペアリング自体は多分トランスミッターとレシーバーだけでやるんだよね。で、ここはあくまでも有線式の USB マイクとして認識するみたいな感じ。ああ、でも意外にちっちゃかったな。なんか商品ページ見るとすごいバカでかいかなと思ったのね。前のやつはね細長くて分厚い感じだったんだけど、これはなんだろう、薄っぺらいね。薄っぺらくて、まあ大きい四角い、なんだっけ、正方形っぽい感じ。前のやつは長方形だったから、うん、まあ大きさ的にはこっちの方がすごいでかいのかなと思ったけど、そんなことなかったね。うん、あと何時間持つのかとか、そういうのはねスペック的にはちょっとよくわからない。まあ後でスペック表を見て、おパカッと開けたらもう電源が入るみたいな、そんな感じだね。マイク自体はね、うん、まあ軽い。あ、なるほど。この赤いのなんだろう。あ、え、どういうこと？乾電池式ってわけじゃないよね。軽い。これが送信機。なんだこれ。なんかさ、汚染だ。すごい、これボタンになってる。これ自体、あ、そう、これ自体は充電とかしないんです。これ本体から電源が供給されるんで、ね、これマグネットになってますね、ポコッとね。これは、こっちは、まあでも一応マグネットになってんのか。多分これ、充電しないように絶縁してあるんだと思う。まずはやっていきましょうかね。あ、今回のはね、なんかウィンドジャマーとかついてるらしい。なんかいろいろ、お、すごい、イヤホンまでついてるよ。これがウィンドジャマーだね。で、これが、もうどんどん増えていく。出た。タイプ A、タイプ C のケーブルね。イヤホン。これはまあ、助かるっちゃ助かるんだけど、これでね、モニターできるみたい。今これで収録してるこのマイクの音声をモニタリングできるみたい。前のやつはね、USB の変換をかましてじゃないと、こういうマイクっていうか、こういうイヤホンがつなげられなかったから、まあ、これで、どんな、ね、音になってんのかっていうのが分かるみたい。ウィンドジャマーで最新のやつは、僕が前買ったやつね、前買ったやつの最新のやつはウィンドジャマーついてるらしい。これちゃんとなんかぶっ飛んでくみたいな話聞いたけど、これマイクね、ちゃんとこれほらぶっ飛ばないようにカチッってなった。あ、これで抜けないね。すごい、ちゃんとウィンドジャマーがついてる。ただこれね、本体内にこうやって一緒に収納できたらよかったのになってレビューしてる人がすごく多かった。確かに僕もそう思う。でもこの中に入らないとさ、外撮影なんか行ったら絶対ウィンドジャマーなんて絶対必須だからさ、そういう意味では、まあ、なくすよねって思った。今のところ質感的には重さもそんなに変わらないし、だね。電池容量が 1000mAh だって。で、マイクが動作時間が8時間。これ前のと全く一緒だね。受信側は別に本体内から電源供給するから関係なくて。これはさ、ペアリングとかしないのかな？なんか、機能説明図しか書いてない。ペアリング方法とか書いてないんだけど。もうペアリングされてんのかな？早速やってみましょうか。まずは、もうペアリングされてるっぽい気がするな。タイプ C レシーバーを携帯電話の C ポートに差し込むと、はい。差し込むと、なんか緑色のランプがつくらしい。緑色のランプは常に点灯しています。こっちじゃないのかな？あ、でもここだよね。
電源オン。動かない。オン。長押しかな。あ、来た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 。うん、ちょっとびっくりするほどわかんないわ。差し込んでもオンにならないんだよな。差し込ん、あ、なった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 。どういうこと？この状態だとオンにならないの？なりましたね。あ、で、ブルーになった。なんでかわかんなかった今。ちょっともう一回これ撮ってみるね。待機状態だとダメなのかもしれない。で、スマホを、あ、そうだね。スマホの画面を待機状態じゃない風にすると電源が入った。でも即座にもうあのペアリングされたブルーだからね。マッチング成功。これだね。青色テント。TF カードあり。緑色テント。じゃこれ多分ここに SD カード入れると緑色になるんだね。ちょっとなんか試してみる。本当に来た。はい、あれ、あ、そうだね、あれちょっと待って、うん、そうだ、やばい、なんか録音されてる気がする。あ、これで今録音されてんのかな。なんかフォーマットしたのに勝手に録音されたね。へえ。まあ SD カードが突っ込んであると緑色に点灯しますよってことなんだね。じゃあこのカメラね、こいつを使って、あ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 、来てるね。あ、あ、うん、今ここがすごいピコピコ来てる。あ、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 多分これだと思う。これ電源切ってみようか。ポチッ、切れ、あ、切れた、切れたね。うん、これで、あ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 って口に近づけてもこれが触れないから。じゃあこの状態でこれを引っこ抜いてみようか。そうだね、今これ多分内蔵マイクになったんだね。こんなもんですか簡単っちゃ簡単だよね。これどれぐらいであとね、充電が切れるかみたいのは分かんないんだね、これだとね。前の機種だとなんかバーみたいになっててさ、でそれがこう減ってくとこれぐらいで充電なくなりますよみたいのが、あのこのケースね、ケース自体のね。それはこれには書いてないっぽい。あった、あった、あった、充電ケースね。これだ、充電ケース、パワーインジケーター、オープンカバーインジケーター、緑のランプが10秒間点灯する。はい、今緑じゃないからね、青だからね。青だと、ブルーのランプが10秒間点灯するだとインジケーター 74% から 36% だって。だからここが赤くなったらもう充電ないよみたいな感じなのかな。赤いランプが早く5回点滅するともうマジマジダメみたいな感じ。実際に充電してみようか。今ここにこれがあるから。うん、充電すると赤くなるね。で充電が終わると赤いランプが消灯なんだ。まあ、この辺は前の機種の方がなんかこういかにも充電してますよみたいなね、インジケーターがこう流れたりしてたからさ、それはそれでちょっと分かりやすかったけどね。じゃあ実際にちょっと今このね、撮影してる僕のいつものギャラクシーにこいつを接続してみて、ちょっとこの辺撮ってみようか。はい、今ね、首のところにこのピンマイクつけて、ウィンドジャマーはつけない状態で喋ってます。どうだろう、まあ後でね、表とか持ってってどれぐらいノイズ拾うとかっていうのをやっていきたいと思う。あとね、ノイズレベルをなんか変更できるボタンがあったあったあるんだけどさ、ちょっと見せたいところだけど。はい、今ね、外にマイク持ってきて、で前回のねと同じところで撮影してます。今夜だからね、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、で結構風もそれなりにあります。で今口元に、ピンマイクつけて、でウィンドジャマーつけて、モフモフね、モフモフつけた状態で喋ってます。ちゃんとね、多分撮れてるっぽいんだけど、どうすかね。結構ここね、車通りも多いし、ちょっとピント合ってないね。車通りも多いし、なんかざわついてる感じのところ、うん、そんな感じですかね。ああ、ああ、テス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 。もうちょっとだんだん声を小さくしていきます。結構今ささやき声とかで喋ってます。どうですかね、収録されてますかね。まあ、一応ね、今これから普通に話します。ノイズキャンセリングは、2段階目ぐらい、
確かね5段階じゃあ4段階ぐらいでかな、3段階か4段階かぐらいなんだけど、大体中間地点ぐらいにノイズキャンセリングしてます。まあ、これだけザーザーうるさいとノイズキャンセリングもクソもないと思うんだけど、ノイキャンって喋るときにあの冒頭ね、喋ってる冒頭がプツって切れることがあるから、まあその辺のとかがチェックできたらいいかなと思います。はい、はい、今ねスマホで撮影したやつを PC に取り込んでね、で音声聞いてみたんだけど非常によく撮れてましたよ。悪くないですね。なんかね結構綺麗に撮れてた。うん。であとねさっきのこのノイズリダクションのボタンなんだけど、プラスとマイナスボタンなんだけど、なんかイヤホンをさここに突っ込ん でこのボタンを押すとなんかピーピーピーとか言ったりしたので、何かなと思ったんだけど、でモニター機能、このね耳で聞いてるモニター機能をのプラスマイナスなので、でノイズリダクションレベルの切り替えっていうのはこれをダブルクリックするんだって、ピッピッつって。プラスマイナスマイナスボタンをダブルクリックだから、これ右と左でボタンが違うのかと思ったら、そうじゃなくてもう1個しかない、1回押すごとにモニターレベルが上がってくんだって。うん。でビープ音は次の順番になるって、でピッピッとか言ってたのはモニターレベルが1ですよ2ですよ3ですよみたいな、多分そういう感じだと思う。うん。でノイズリダクションはダブルクリックなんて、ピッピッてやると、レベル1レベル2レベル3とかなんて、音声を聞いた感じではあのノイズもなくてすごく綺麗に撮れてましたよ。だからノイズリダクションも聞いてるのかどうかわかんないんですけど、ちなみに前僕が使ってたね USB のワイヤレスマイクは結構ノイズが入ります。サーっていうノイズが入ってたんで、まあ、その分感度がすごい良かったんですけど入ってたから、それは編集の段階でノイズリダクションとかゲートをかけたりとかして、まあ、サーっていう音をね鳴らないようにしたりしてたんですけど、これはねそんなことしなくてもとりあえずはノイズもなく綺麗に撮れてましたね。はい、駆け足でねウランジのワイヤレスマイクをレビューしていきましたけど、総じて非常に良かったと思います。とても良かったと思います。音もいいしノイキャンも結構な感じで効くのでいいと思いますね。外で撮影した時はノイズキャンセルレベル中ですね、ハイ、ミッド、ローみたいな3段階なんですけど、ミッドで撮ってたんですね。で室内で撮る時とかも結構な感じでノイズを消してくれてたので非常にいいと思いますね。うん。で喋ってる音の話し出しとかも切れたりしなかったので非常にいいと思います。はい。唯一ね難点を、まあ、2点挙げるとすると1点はね、USB にこれ差し込むんでプスって本体にね、スマホの USB にこう C にこう差し込んじゃうんですけど、充電できないんですよ。充電できないのでこれを挿してると充電しながら撮影するってことができないんですね。だからそこが難点ですね。長時間の撮影になってくるとやっぱスマホのバッテリーどんどん食っていくし、ただでさえこいつにも電力がね供給されるからっていうのですね。前にレビューしたやつはちゃんとここに USB のポートがあって、そこに、充電しながら撮影することができたんですよね。これがねできないのがちょっと難点かな。例えばそうスマホのバッテリーが心もとないのに撮影しなきゃいけないみたいな時とかってなると、バッテリーを気にしながら撮影しなきゃいけないっていうのはちょっと難点かなって感じがします。はい。あともう一点、このバッテリーインジケーター、これがね今これブルーなんですけど、ブルー、これがブルーだとバッテリーの容量が残り容量が、34% から 74% かなっていうね、幅が広いんですよね。ブルーの次はグリーンなんですけど、だから 60% かもしれないし 40% かもしれないっていうね、これが分かりにくかったです。非常に分かりにくかった。まあこれ本体のあくまでもインジケーターなんですけど、だからこれはでも書いてなかったんでね、これは多分あの色によってバッテリーの容量云々っていうのは多分ないはずだと思います。だからこの本体があとどれぐらいで充電切れるかみたいなっていうのはちょっと分からない気がします。あの説明書には書いてなかったですね。もしかすると赤いランプが点滅し始めたらそろそろ充電ないよとかそういうことなのかもしれないですね。まあその2点だけですかね、何点挙げるとすると、まあ、大きさとか重さっていうのは前のから比べたら正方形になったから、まあ、一見でかく見えるけど薄さは前のよりも全然薄いんでね、まあ、これだったら気軽に持ちバッグの中に入れて外撮影に持っていこうかなっていう気になれる
ぐらいの重さと大きさですね。はい、まあ、今後はこれを使っていこうと思います。この動画を見て少しでもいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あと僕ツイッターもやってるんでね、ツイッターをフォローしてもらえると飛び上がって喜びますよ。いろんな情報をねツイッターで発信してたりとかするので、これから放送やりますよとか、こんな感じですね。普段どんなバカなことやってるのかっていうのはツイッターを見た方が最新情報があります。あと毎週火曜日と金曜日に YouTube ライブとツイキャスで生配信してます。だいたい雑談をしてることが多いですね。遊びに来てくれてコメントしてもらえると配信がとてもはかどります。それじゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。